せーの、さあ始まりました少量チャンネル。しゅうたです。りょうです。少量です。今日なんですけども1万円企画。よし、じゃあ食べよう。うん、つーはもう好きなやつ頼んでて、で、俺らは1万円を、2人でね。うん、まず飲み物どうする？飲み物ね、ノンアルコールもあるよ。ノンアルコールビール。あ、ノンアルコールいいね。あ、俺ノンアルコールビールでしょ。僕もそうしようかな。俺もごめんごめん、ちょっとだけだメールを返してもいい？ダメダメ、やめて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 。なんだよ。あ、いいよいいよして。でもなんかさ、ちょっと厳選メニューとかだとさ、ちょっとお高いやつがあるってなんか前見たよ、うん、これも頼もうよ。食べる？1個ずつ1個ずつ。うん、で、つーちゃんを食べるんだったら別で。うん、これ1個ずつ。うん、もったいなくない？え、違う、そういうなんでそうなんだけど、今回は企画だから。あ、そうなんだ。ちゃんとさ、達成することがもう。あ、そっかそっかそっか。じゃあ、肩ロース、塩タレどっち？タレかな。タレ。牛カルビーも。うん、つーは食べる。タレ、タレいいよ。タレ、うん。牛タンがいいな。何でも食べて。あ、はい、はい、よし、じゃあとりあえずこれ乾杯しよう。乾杯乾杯。あ、おいしい。おいしい。うん、冷えとけかな。終了。最近どうなの、すーちゃん。何がプライベート。充実してる？充実はしてない。なんかあったの？充実はしてないな。休みの日何してる？休みもゲームか。基本も外出ないからね。ああ。まあそうよね。飯田小焼きとかあるんだ。エビも食べる。ああ、でも安いね。うん、いや、めっちゃお腹いっぱいになるって、本当に。まあ、最近の俺のお腹いっぱいにすぐなる売り知らないでしょ。知らない。はい。牛タン塩。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱい来ましたよ。いや、来たね。来ましたね。食べよう。お腹すいた。はい。どうぞ。じゃあ、いただきます。いただきまーす。食えるか？いや、頑張ってく。めっちゃ多いんだけど、どうしよう。スーちゃんの分もやっちゃう。あ、Thank you、Thank you。今は4120。うん、これね、だいぶちょっと厳しい、ね、これつーちゃんが頼んだ分は入れてないからね。はい、うん、多分これご飯とか食べたらマジでもう秒で死ぬ気がするね。食べる。はい、これあれだけ持ってくるかな。俺ももらおうかな。もう一回翔ちゃんもまだいらない。うん、うん、これ290。あ、いいね、うん、いい感じで焼けている。うん、いいね。うん、あ、もうそろいいんでねえかい。あ、いいかも。うん、食べよう、食べよう、食べよう。食べます。いただきます。いただきます。はい、バボー。うん、うまい。何やく？もう早速ホルモンじゃん。え、はい、違う。いいよいいよ、好きなんだけど。やって。どうぞ、頼んだろ。うん、うん、すげえ、もやし食うじゃん。もやし、もやし。なんでさ、こんな大食い企画をやってる時にさ、もやしをめっちゃ食う。ちゃんと野菜最初から食べるっていう。言うよね。大事、大事だけど。そういうじゃないでしょ。もやしもやこと飲もうかな。もやしください。知らないからね、それでお腹いっぱいになったら。え、嘘。食べる食べる。あ、食べるよ。うん、うまっ。うん、うまやろっか。いや、いいよいいよ、食べて食べて。俺はもう翔ちゃんに食べさせて、俺はちょうどよく食べる作戦だ。出ました。出ましたよ、皆さん。そういうやつですよ、こいつ。こんな安いんだね。こんな安いと思わなかった。なんかもっとするんだ。うん、初めてだもんね。初めて、初めて。うん、うん、安いって、ありがとう。うん、確かに、うん、こっちのホルモンもらおう。
生？いや、びっくりするくらいちょっと冷めたかった。どういうの？うん。ああ、おいしい。女の子ってこういう時何話してんだろうね。お酒飲まなくても喋れてるじゃん、女の子。ああ、カフェとかだよね。あれ、こんなに話すことあるみたいな、ね。日々の話。そんなに話せなくない？男は多分そんな話せない人が多いと思うよ。うんうんうん、ご飯とかさ、なんか食べたりとかはさ、うん、まださ、ね、みんなでできたりするけどさ、うん、もうコーヒー一杯で何時間もちょっと厳しいよね。うん、そうだよ。だからさ、夜デートとかするやん、うん、で、居酒屋とか行ってさ、うん、まあ、飲むから喋るやん、うん、でさ、次、お昼間のデートとかでさ、会った時にさ、うん、喋らんやん、こっちが、うん、そういう時に、なんかやっぱ言われる時ある、うん、本当に楽しくないのとか、あ、いつももっと喋るのにね、みたいなさ、そりゃそうやろ、そうだよね、やっぱ男は食べたいよね、じゃあお酒くださいって思うよね、うん、ちょっとでもお酒が入るとさ、めっちゃ喋るようになるじゃん、うちら。もやしうまい。それしか言ってないんだ。めっちゃ美味しいよ、豆もやしうまいわ。美味しい、うん、じゃあ取ってね、うん、取ってよ、あ、そうだ、俺も3時に参ったのが、うん、うん、カフェ行こうなんてない、最近ないかも、元からない、どっかブラブラしてさ、ちょっとコーヒー飲もうとかもない、うん、たまにはあるけど、うん、それよりかもう家帰ろうか、一回カフェ買って帰ろうみたいな、そこに今行かない、うん、それが多いね、確かにね、美味しい、全然食える、本当たくさん食べてね、うん、スープとかもなんか、あ、いいね、スープも、うん、本当美味しい、あとじゃあ、どうしようかな、俺もちょっとご飯系食べようかな、スープはユッケジャンスープとかあるよ、あ、スープがいい、あ、ユッケジャン、クッパとかもあるよ、あ、クッパはいいな、クッパはいいな、クッパの方が、どうしよう、どうしよう、スープが原食、あ、それかもうスープとライスですか、いやスープユッケジャンがいい、あんなスープじゃない、うん、どう、お腹はまだ大丈夫、まだ大丈夫、うん、急にそうやって、そう、こういうのは大体ね、うん、急にお腹が溜まってきた、まだ早っ早くない、なんでそう、急に来たよな、はい、やばいね、スープそれね、だいぶ大きいよ、5,970円、まだまだだ、何か3人で、あ、そんな感じ、めっちゃ硬そう、カチカチなやつが、うん、ライス美味しい、もうコーヒー入れてアイス、うん、うん、脂っこいやつが結構中にたまる、美味しいけどね、うん、美味しいな、そんな食べられなくなってからやっぱり、あとあれ約4000円分と思ってた、時間との勝負もある、そうね、7時半からオーダーだから、そうなの、今6時45分で、うん、7時半ラストオーダーだから、ちょっと急がないかも、ね、エビは知らん、エビね、食べたいんだけど、うん、腹を向かないといけないっていうのがやっと、あ、まあ、めんどくさいね、うん、じゃあイカにしたら、イカね、ちょっと魚介行こう、うん、あ、おいしい、うまい、イカめっちゃおいしい、やばい、あ、うまっ、美味しすぎる、669じゃん、わ、意外にいってない、うん、意外にいってない、あ、ヤングコーンあるよ、あ、いいね、ヤングコーン食べよう、ヤングコーン、スープだったらいける説、うん、え、クッパ食べちゃおうかな、どうしよう、米入ってるよね、うん、入ってるよ、どうしようかな、米
でも稼げるよ。稼げるよね。ああいや、食べます。焼きジャンクッパを。今、7,360 円でしょ。しょぼくない？他の文献ちょっと微妙なラインだね。うん、じゃあ、俺、冷麺頼む。冷麺。え、いや、食べれないでしょ。食べれる。それかも、最後にさ、その和牛カルビをさ、もう一発頼めばさ、もうあと1000円くらいになる。ビールあったらね、すぐ行けんだけど。エリンギバターってやつ。うん、あうまい。うん、美味しい。うん、甘チョコアイスにしてます。ありがとうございます。全部その形なんだね、なんかね、ね、硬いね。そう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 、硬い。ほら、あ、ゴールが見えてきたね。もうすぐじゃん。うん、ここで稼いでるけど、まだここじゃないから。美味しそう。食べれるんだから。食べようかな、明太ポテサラは。あれだな、ユッケジャンスープ。そうなんだ。全然いけるいける。え、結局イカみたいなの食べたの？イイダコみたいなの。アイスうまっ。この時間でちょっと落ち着いちゃうからね。これ冷麺絶対食べない。いいよ、別に協力し合えない。なんでそこ張り合うの？2人でゴールせずどうするの？いや、俺はもう食べないよ。じゃないよ、食べる。俺もユッケジャンスープ飲まない。めっちゃ食える。明太ポテサラのチーだけ。あ、せせりでかでかいね。おう、うん、え、2って今体重何キロなの？今64、5。すごいね。あ、痩せてんね。痩せてるよ。普通なんじゃん。痩せてはないと思うな。そう、いや、でもちょうどいいよね。170後半で60。うんうんうん、そうね、ちょうどいいな。いいの、羨ましい。これも60代になりたいな。うん、あ、そうか、それ用の。なんか、どんぐらいぶり、まあ、1週間ぶりぐらいか。お米が、そうね、食べてないもんね。うん、美味しい。いや、美味しいよね、米は。なんかもうさ、オートミールとか食ってるんだけどさ、やっぱさ、そうそう、絶対飽きちゃうじゃん。飽きるし、やっぱりお米に変えられないよね、やっぱり。ちょっと焼肉丼にしようかな。あ、いいんじゃん、ね。あ、もうデサラがいる。あ、いいよ、食べちゃって。食べれるのかな。あ、柚子胡椒つけて食べたら美味しい。これで410円とかだからさ、うん、310円だっけ。安いな。安いよ、考えたら。そうだよね。あ、ペッ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 、うまっ。うん、300円。あ、もういけるよ。いけるんじゃない。うん、あと食べてしまえば。うん、あとユッケジャンと冷麺ぐらい。あとカルビ。そうだね、カルビ。あ、そっか、あのあれいいカルビね。2杯目。なかなかいないでしょ。うん、しい。俺だと思う。2杯目頼まれたら、お店の人だったらね、いいんだけど。あ、おいしい。ご飯入れて食べたら本当美味しい。そうなん、でも焼肉ご飯にしたくてさ。あ、そういうことで待ってんのね。そういうことね。いい。焼肉ご飯って、ああ、そうか、お肉がまだ来るのか。そうそうそう。じゃあ最後に、シューアイスとウーロン茶頼みます。はい、はい、そしたら待って、いくらといくら。あ、イエーイ。毎日痛い。食べたらね。食べれる、食べれる。見えるかな、見えないかな。来たね、冷麺がね。冷麺思ったより量が多いんで。しかもさ、なんかちょっとこのこんにゃく麺っぽいやつがさ、うん、なんかたまりそうじゃん。重たいやつ。おいしい。うん、あ、でもひとちゃんすごい。うん、うん、
うわ、うん、でも家も食べる1個食べる。でも1個に辛くなった。よし、これはとりあえず冷麺は頑張ろう。大丈夫、はい、ちょっとアイス来てから食べれる気がする。うん。すごいアイス食って雪ちゃん飲んで。アイス冷たいから雪じゃん、あったかいから。あね。いやあ、見て。結構いってんね。うん。また帰るか。うん、でもほら、ほら、すごい、いったね。うん、なくなった。すごい、久しぶりに辛くった。あ、うわ、あら、おお、お、ギブする？やったほう。うん、うん、お、すごいじゃん。あとはシューアイスだけ。頑張れ。持って帰るじゃないかな。ダメなあなあ。これはコメントで書くシューアイス1個持って帰ってました。えぇ、ー、じゃあ半分ずつしよう。はい、お腹いっぱい。こんなに胃もたれるの久しぶりです。ほんと？油も最初にいっぱいいったしね。そうよ、ね、あれが俺歩けないかもしれない。じゃあ俺これ食べようか。食べれる？あ、いける。うまい。ちなみに値段にせようかな。うん、俺がプラス2のやつを値段入れて、うん、こちら合計が1万3050円でした。おお、じゃあ3000ぐらいか。そうね、うん、ラストいきます。はい、終わり。ひょうにょね、大食いの人すごいね。いや、だってさ、多分それでも普通なのか。全然余裕でしょ。あれぐらいの余裕だよね、多分。お腹空いたっていうかね。いや、もう悔しいな、なんか。信じられない。いや、もう食い切ったから別に悔しさとかないんだけどさ、これでお腹ないっぱいになって自分が悔しい。ああ。なるよ、なるなる。それは普通なんだって。あれ、これ、ウーロンちゃんも全部飲みてたね。忘れてたね。アウトになるとかやった。アウトよ。忘れてないし。アウト。よし。かな。うん。つまようじってない？ね。